弁護士の北川です。さあ、今日はですね、中学生でもわかる著作権と題しまして、YouTuber、インフルエンサーさんがぜひね、勉強しておいた方がいい著作権法について、がっつりわかりやすく解説させていただきます。なんと15回目でございます。前回までのおさらいでございます。著作権というのは、自分の作品を勝手にね、第三者に〇〇されない権利ということで説明させていただきました。その〇〇されない権利の〇〇っていうのは、いろんな言葉が入って、勝手にね、コピーされない権利、勝手にダウンロードされない権利、勝手にネットにアップされない権利とかね、いろいろありました。前回はね、勝手にネットにアップロードしない権利ということで説明させていただきましたね。今回めちゃくちゃ大事です。本案権、つまり、作品を勝手にアレンジされない権利ということでございます。さて、他人の作品を勝手に丸パクリ、コピーすることももちろんのこと、アレンジすることも勝手にすることはできないということなんですね。今はですね、もう音楽をですね、その曲調を変えて、いわゆるマッドムービーみたいに簡単にできたりとか、あとはね、写真加工アプリみたいなのがありますから、他人のね、作品、ね、画像を勝手にね、いじって、別の作品としてやっちゃったりできちゃうんですよね。これが基本的にやっちゃダメなんですよね。今回はじゃあコピーする権利とアレンジする権利って何が違うのっていうのを中心に解説をさせていただきたいなと思います。第15回。さて、勝手に他人にアレンジされない権利。難しい言葉で言うと、本案権というやつなんですね。これね、例えば私が他人の作品 A という作品をまんまコピーして、自分も A という作品を世に出したら、これはコピーする権利を侵害してますね。パクリですよね。複製権侵害ですよね。そうではなくて、少しアレンジを加えて A' の作品を提供したら、これは私はアレンジする権利、本案権侵害になりますよね。その A という作品をインスパイアして全く別物、自分の個性が光り輝いている B という作品を自分が作ったら、これは A と B 全く別の作品なんで、これはコピーする権利も侵害してないし、これはアレンジする権利も侵害してないということなんですよね。じゃあですね、複製権侵害、他人の作品をまんまパクっちゃう、コピーしちゃうことと、本案権侵害、他人の作品にアレンジを加えること、これ具体的に法律的に何が違うのかというと、この複製権侵害というのは、他人の作品の創作的なね、特徴部分、つまり個性が発揮している部分を同一性を維持したまま自分の作品として提供することなんですね。そうじゃなくて、本案権侵害、アレンジする権利というのは、そのですね、他人の作品の、本質的な特徴部分、つまり個性が発揮している部分にさらに私がエッセンスを加えて、つまり自分の私の特徴、私の個性もプラスアルファして作品を提供する権利なんですね。他方、この2つとは別に他人の作品の個性的な部分をもう完全に押しつぶしちゃって自分の個性をドカンと前に出したら、これはもう別の作品ですよね。なのでこの場合には、これ著作権侵害にならないね。複製権侵害、本案権侵害にならないということでございます。具体例をですね、言った方がわかりやすいですかね。例えばドラえもんっていうアニメキャラクターがありますよね。画像がありますよね。それを私が勝手に拝借して、尻尾のですね、赤い丸の部分の直径を3ミリだけ大きくして、ね、自分の作品として出したとしましょうか。これって、多少3ミリ動かしたとしても、旗から見たら、どこがどう変わってるかわからないですよね。ドラえもんという本質的な特徴、青い部分とかね、ポッケがある部分とかっていう、そこの大元の部分は変わってないじゃないですか。なので、私がたとえ勝手にドラえもんの尻尾の直径を3ミリ大きくしたとしても、ドラえもんという個性的な部分は維持されてますので、これは勝手にパクってるよね、コピーしてるよね、複製権侵害だよねということになるんですね。そうではなくて、例えば私がドラえもんというね、アニメキャラクターを真っ赤にして鈴を取っちゃってポケットも取っちゃったとしましょうか。そのキャラクターを世に出したとしましょう。これってドラえもんのね、元の作品の個性的なね、部分に私がアレンジを加えてますよね。私の個性も発揮してますね。鈴取っちゃえ、ポッケ取っちゃえ、赤色にしちゃえって、私の個性もちょっとスパイスとして加わってますよね。これを世に出してしまったら、私はまんまコピーしてはないんだけども、アレンジを勝手に加えちゃってるので、アレンジ権侵害、つまり本案件侵害ということになるんですね。そうではなくてですね、ドラえもんのキャラクターを真っ黒にして、手足を伸ばして、角生やして、目をつり上げて、みたいな感じで、全く別の生物としたとしましょうか。それって元の発想は確かにドラえもんかもしれないけど、それって元のドラえもんの個性的な部分全部消しちゃって、私のね、個性的な部分全面に出しちゃってますよね。これは、たとえそのドラえもんの作品からインスパイアしたとしても、別の著作物でしょ？私の個性の方が光り輝いてるでしょ？それは別の作品だよね。なので、本案権侵害にもならないし、複製権侵害にもならないということになります。わかりましたかね？元の作品の個性的な部分を同一性を維持している場合には、これは複製権侵害。その個性的な部分にアレンジを加えて、自分のね、その個性的な部分もプラスになった場合は、これはアレンジ権侵害。そうではなくて、元の作品の個性的な部分を全て打ち消して、自分の個性を全面的にバッて出したら、それはもう別の著作物だよね、ということでございます。昔ですね、弁護士になるための試験、司法試験ってのがあるんですけども、それのですね、その問題、実際の問題に、例えばそのアニメストーリーの作品があって、その10年後のストーリーをオリジナルで考えたら、これはアレンジ権侵害になりますか？別個の著作物作品ですか？みたいなんですね、問題が実際に出たりしたんです。これね、やっぱりその具体的な状況、ケースによって判断が難しいんですよね。別個の著作物ね、新たな著作物を自分で作り出したのか、それともそのアレンジしちゃってね、勝手にアレンジしちゃったので著作権侵害になるのかって、非常にね、難しいところではあります。ですので、YouTuber、インフルエンサー、あとはクリエイターの方とかね、元の他人の作品からインスパイアを受けて、オリジナルの作品と思ったとしても、その作品ね、元の作者からしたら、それはアレンジ権の侵害だって言われちゃう可能性がありますので、ここはね、非常に難しいです。困ったことがあったら、やっぱり専門家に相談した方がいいと思います。ですので、他人の作品を勝手にね、アレンジしてしまうと、その本案権侵害、アレンジ権侵害ということで、著作権侵害になってしまいますので、注意しましょう。必ずね、そういった場合には、元の作者に OK もらって、許可をもらってから話を進めていくのが大事です。ただし、例外的に、その元の作者の OK をもらわなくても許される場合、例外規定というのが、著作権法に何個か書いてあります。そのね、例外規定というのはどういうのがあるかっていうのは、また別の動画で解説をさせていただきますが、まあよくあるのがね、個人的に楽しむために、ね、その他人の作品をアレンジして、個人的に楽しむためにやる場合とかっていうのは、例外的にセーフとか、そういった場合があります。覚えておきましょう。本日は以上でございます。まんまパクるね、複製権侵害とアレンジする権利、本案権侵害ね、違い分かりましたでしょうか？勉強になった方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、あとお友達に私のチャンネルをシェアしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。あとですね、概要欄に私が提供している法律サービス、リンク貼っておきますので、ぜひそちらもご参照ください。それでは今日も一日頑張っていきましょう。あなたの顧問弁護士、北川でございました。さようなら。Gentlemen, this program is about data points around your design work. ちょっと待ってよ。